最善を尽くそう。エンヒ、一つ覚悟しておいてほしいことがあるの。ん？なんだ？方々大義版はおそらく外に持ち出すことができないわ。多分この秘境にあるものすべてが時空と記憶の乱れによる結果に過ぎないんだと思う。私たちはそれぞれ異なる目的を持っている。そしてこの空間に現れるものは私たちの想像と推測に反応してくる。それは恐ろしい。ここはもう単なる空間ではない。どんな高次元の力が影響しているかわからないけど、私たちのことを読み現像をもって答えてくる。双眼の歴史によれば、この空間はおそらく大昔から存在していた。一体どのようにして誕生したのか。ああ、あれのことね。あの時私もあそこにいたのよ。え、ちょっと待て、もしかしてあの弓矢はお前が放ったのか？私以外他に誰がいるのよ。あの巨大な蛇はカーンルーヤ文明の遺産のはず。証拠は予想以上に有効だった。もしかしたら二つの力は相殺する関係にあったのかもしれないわね。もしそうだったとしたら、ごめんなさい。私はみんなの今の境遇に責任を持つべきかもしれないわ。そんな、オイラたちのためにいろいろ解決しようとしてくれただろ。お前のせいじゃないぞ。そうかしら。この空間の活動はまるで生き物のようで、あらゆる幻覚で私たちの目をくらませた。実際私たちが見た人や通った道は500年前にすでに亡くなったもののはずよ。それにここにあるほとんどのものは静止している。そうなると、本当に脱出できたとしても時が流れ始めれば大義版は消えるでしょう。実は私もそう思っていたんだ。でもそれだからこそ大義版に出会えたのは奇跡だと思う。これら全ては存在しないはずの槍で漆黒を壊したかのようなものだ。ありえない話に聞こえるけど、これも残された最後の可能性。一体誰の思いがこの方々を呼んだのかしら。ああ、でももう一つの原因の可能性もある。それはお前の探し求めることに対する強い執念だ。見つかったのがお前の家族じゃなかったことは残念だが、でももしそのものがここにいたら、きっとお前が助かることを心から願っていただろう。こうしてみんながここに偶然集まったことはとても興味深いことよ。もしこれも運命なら、私たちの手でそれを変えましょう。こちらはいつでも大丈夫だ。親分は私と牛尾に任せてくれ。旅人、パイモンのことは頼んだわよ。エンヒ、助けが必要になったら私を頼ってちょうだい。了解。セーラウンプ、異例降臨、軍馬蛇獣、大帝壊滅、新規復讐、正気流行、定直不明、消去不能、救急如立輪。やはり大義版は増幅させる方法。この力を維持できればまだ希望はある。力の維持は我に任せろ。わかりました。全員下がれ。我が身で陣を守りてこの地を封印する。我らヤシャ一族、世のために戦わん。金宝大将、参る。
危ういと知りながらどうしても行くのか。この地を守り104年勝手に離れたことはありません。無名夜叉の剣だけはどうか帝君のお許しを。気は間一髪だった。ショーが中に残ってしまうのではとヒヤヒヤしたが、無事でよかった。はあ、お気持ちはわかりますが、まあその心にある思いはきっと一朝一夕で形成されたものではない。簡単には結局私たちの方針は最後まで一致しませんでした。ですがあそこから脱出できたのはあなたのおかげです。救っていただきありがとうございました。いや、我だけの力ではない。どういたしまして。みんな疲れているけど怪我はなさそうね。ゆっくり休んでちょうだい。急いで出る必要はないから。私は先に周りに異常がないか確認してくるわ。言っちゃった。お礼を言おうと思ったのに。イエランは本当に自分が何かしたとは思っていないのだろう。彼女はショーがみんなを救ってくれたと心から思っている。恩恵を受けた以上はもう何も言えなかったんだ。ショーもそうたやすく説得されるような人じゃない。イエランも彼の心を変えるのをついに諦めたわけだ。ショー叩かれてるみたいだぞ。な、そうではない。確かにその言葉に誤りはない。お前たちの意見も心に留めておく。本当か？よかった。なんだかすごいことを成し遂げた気分だ。今回誰か一人でも欠けていたら脱出できなかっただろう。それほどに危険な状況であったと言っても過言ではない。途中で誰も失わずに済んだのは実に行幸だったよ。そういえば
牛使い野郎がまだ起きてないけど、このままずっと眠ってるなんてことないよな。早く見に行ってみようぜ。ガーぐっすり寝たぜ。え、なんだ、何を見てやがる。体は大丈夫か。頭はどこかにぶつけておかしくなってないか。辛かったら言うんだぞ。今でも十分バカなのに、もし頭でも打ってたら。何言ってやがる。俺様はピンピンしてるぞ。逆によく眠れたから今は力がみなぎってるぐらいだ。つうか、なんか忘れてるような。そうだ、おい、俺たち地下にいたんじゃなかったのか。どうやって出てきた。話すと長くなるからまた後で教えよう。イット、私たちが脱出できたのはお前と忍と牛尾のおかげだ。私のせいでみんなを巻き込んでしまった。できれば謝らせてくれ。なこと言うなって。俺たちを助けてくれたんだ、これくらい当然ってことよ。もしお前がいなかったら俺たちは今頃リーウェの牢屋にいたかもしんねえんだからな。それはちょっと違う。親分が牢屋で、私は外にいるのが正しい。そうか。それなら、新たな友を作るいい機会だと思って、お祝いに、リーウェ校を案内し、食事に行くのはどうだろうか。おう、そりゃ最高だな。早速。腹が減った。もう一歩も歩けそうにね。私もお腹が空いた。では早速出発しよう、先輩。おいらも、おいらも行く。おい、わかったよ。じゃあ稲妻の二人は私に任せてくれ。今回は大変だったから、お前も早く帰って休んだ方がいい。ああそうだ、イエランはいなくなったことだし、お茶をご馳走するという話はなしにしておこう。ああそうか、はあ、よし、代わりに伝えてやる。旅人、サラタムチミスケ、牛尾が伝えたいことがあるらしい。なんだなんだ。私も聞きたい。なら、私も混ぜてもらおう。なるほど、そうしよう。牛尾のやつ、こう見えて思いやりのあるやつなんだな。意外だったぜ。一見奥の深そうな道理でも単純なことは多い。だから牛尾の言葉は役に立つだろう。おう、この件はオイラたちに任せろ。じゃあイット、忍、牛尾、出発しよう。おう、飯だ飯。また会おう。終わったか。大したことをしてきたわけじゃないぞ。ただ友達を見送っただけだからな。
あら、まだいたの。さっき稲妻の二人が縁妃と一緒に離れていくのを見たわ。リーユエコー、君たちは行かないの？オイラたちはショーと話がしたいんだ。そうだと思ったわ。周囲はすでに確認した。今のところ異常はない。これで一件落着ね。次は秘密保持の問題かしら。遠方から来たあの二人にはこの事件について黙っていてもらわないと。うわー、待て待て、あいつらにはオイラたちから言っとくから手を出すなよ。あら、そう？バレた？じゃあ冗談はここまでにするわ。今回みんなにはお世話になったわね。このことは忘れず胸に刻んでおく。あの奇妙な地下空間はどうやって誕生し、どうやって長い間存在し続けたのか、それらについてはこれからも調査を続けるつもりよ。なんとなくこれにはより深刻で人には明かせない理由があると思うの。それに最後は誰かが助けてくれたようだったし、それ自体は別にいいのだけれど、まさか私にはその存在が何者なのか見当もつかない。まあ今はそれを調べている場合じゃないわ。後片付けや報告の仕事があるもの。私も一旦リーユエコーに戻るから。それじゃ、さようなら。エラン、じゃあな。我が待っていることに気づいてたのか。うん、そうか。行きたいところがある。時間があるのなら一緒に来るか。どこに行くんだ？夜叉に関するところだ。この地へ来たのは何か感ずるものがあったからだ。それってあの地下空間で何かを感じたってことか？うまくは説明できぬ。不捨と愛、過去に戻ったかのような錯覚に陥った。夜叉の一生とはよく言えば勇猛であり果敢だが、その実は殺戮によって締められている。壮絶な戦いを経て死ぬことは不捨にとっては本望であろう。我もそうだ。我は長く生きすぎた。人を救うために死ぬのならそれも悪くない。ああ、あるいは我のような考えはある種の狂気と違わないのかもしれない。おい、そんなこと言うなよ。そうだった、牛尾に託された大事なことなんだ。なんだ？牛尾には鬼を払う力があって、鬼から身を守るためにあいつは使われてきたんだ。でもイットに会ってからはずっと一緒にいる。牛尾には理屈とか道理とかそういう難しいのはわからない。ただ一緒に生きると一番楽しい、そう思った人についていくだけなんだ。本来この世界で生きることに決まりなんてそんなにないんだと思う。だから夜叉の力が人に害を与えるとしても、みんなと一緒にいられない理由にはならない。そうだ、例えば神の目を持ってたら多少はその力の影響を受けなくて済むんだろ。それにとにかくお前のことを気にしてるやつはいっぱいいるってことだ。ふっ、
その言葉、まるで不赦たちのようだな。奴らはいつもそのように言っていた。世が公平となれば、人間たちと共に生活するのだと。そう思わな、大義盤にあった不赦の姿は狂気に満ち、常に金宝やミヌといった称号で周りの者を呼んでいた。それら名はすべて御夜叉を指す。金宝とは我のこと、そしてミヌとは深淵大将のことだ。他にも羅漢大将、抜難、過疎大将、王達がいる。世の者は我ら五人を千秋夜叉と呼ぶそうだ。不赦とイエランの先祖は地下に取り残された。つまり二人が最後に抱いた思いもあの空間によって読まれたということ。イエランの言葉はいずれも事実だ。我と彼女の策には双方欠点と正しいところがあった。ただあの空間の力が我らをはるかに上回っていた。お前らの協力がなければここに来ることはできなかっただろう。最後の瞬間、渾身の力を振り絞り、かろうじて一瞬の突破口を作ることができた。それでも十分すごかったぞ。エンヒもイエランも間違ってはいなかったが、我は常に最悪を想定していた。その思考は根深く、それでも思いつく限りの策だった。あの時もし帝君が手を差し伸べてくれていなければ、我は生きてあそこを出られなかっただろう。結局は迷惑をかけてしまった。でもそれが普通じゃないのか。お前と勝利じゃなくてお前と岩王帝君は深い付き合いなんだろ。うん。あの空間から脱した瞬間、不赦の記憶をかすかに感じた。今回得られたものがあるとすればそれだ。一人でも多くの者が奴の記憶を持つのも悪くない。ミヌ、どこへ行っていた。夜叉の兄弟よ、また忘れたか。何度も言うが、俺は白よ。あんたと共に双眼で戦ってる術師だ。白よ、白よ。お前が白よなら我は何者だ。こっちも名前で呼びたいんだがな。一緒に残ったのに名前もわからないなんて残念だよ。ここに残るだと。ならんお前は出ろ。夜叉の兄弟、バカを言うな。ずっと地下に残るって話だろ。おい、今さら後悔するなよ。封印は解けないからな。封印、はあ、そうか。我は戦うために来た夜叉。兄弟、おい、大丈夫か。この傷を見ろ。我はもう長くはない。もう俺たち二人しかいないんだぞ。死ぬな。今日この地下で家族を見たんだ。ってことは俺も狂い始めたんだろうか。白陽、お前は家が恋しいか。兄弟の住所を地上に残すって決めたんだ。そんなの、うん、恋しいに決まってる。我にも家族がいるのだろうか。兄弟とかか。いるんじゃないのか。兄弟か。我は一体何者で
家族はどこにいるのだろうか。兄弟、どうしたんだ。死ぬな。もう俺とお前だけなんだ。行かないでくれ。キンホウ、お前なのか。誰がキンホウだ。まだ覚えてないのか、お前。我はもうこのざまだ。合わせる顔がない。兄弟、兄弟、見ろ、そこに人が。あ、彼らは一体。我の。思い出した。お前たちは。我の兄弟たちが迎えに来てくれたぞ、ハクヨ。正気に戻ったのか。せめて名前を教えてくれ。アニジャ、フシャのアニジャ。おい、フシャ。フシャ。我の名はフシャ。その意味は、苦笑は散り、万般を射す。今日は少し話しすぎた。だがお前と話すときは、あまり隠さずに済め。お前は、一度でも天命を感じたことはあるか。生の可能性、死の到来、何でもいい。今に至って我は理解した。天命とは、夜叉が最も好みに感じる厄災だ。それはまごうことなき悲壮だが、我らは恐れぬ。ショウ。かまわ。帝君は、お前を見届けるものだと言っていた。世の中のことは、お前と語るべきだろう。バツナ、ミヌ、オオタツは命を落としたが、フシャだけは行方不明のままだった。これは棘のように我の心に刺さっていた。それゆえ、これでようやく、かつて双眼虚炎で起きたことを知り、区切りをつけることができた。あの時、空間を出る前に石を手に取った。もしうまく持ち出せていたら、この石を不赦の代わりに、道尺を弔う寺に置くつもりだったのだが。残念ながら、それは残らなかった。我ら五人の誰よりも若かった道尺は、千年前の魔人戦争で死んだ。あいつが戦死した時、フシャは深く悲しんでいた。夜叉は師匠と隣り合わせだ。まるで空を飛ぶ鳥のように各地へと散った。バツナン曰く、夜叉の魂には帰る場所がないという。フシャ、ハクヨ、そして少子たちは、英雄か。いい言葉だ。厄災は尽きぬが、属性には情がある。たとえ修羅であろうとも、思慮する存在がある。お前の言う通りだ。ここから先、世の英雄たちは互いに支え合っていくべきだろう。